全光寺駅は山梨県甲府市全光寺一丁目にある東海旅客鉄道見延線の駅、海義満寺の最寄り駅である。通常は普通列車のみが停車するが、海義満寺の参詣が多い時期には特急、藤川が臨時停車することもある。当駅開業前、並走する中央本線に2ヶ月間のみ仮停車場が開設されたことがあった。 単式ホーム一面一線のみを有する地上駅。かつては駅員が配置され、駅舎も存在したが、1983年に無人化され、その後駅舎が火災により消失した。現在は建築物としては土手の上のホームに行くための屋根付きの階段とホームの上にある小さな待合所があるのみとなっている。かつては、 ホーム上に男女兼用のトイレがあったが撤去されたため、現在当たり駅にトイレはない。そのため、当駅発の爽やかウォーキングなどのイベントが開催されて、多数の乗降客が予想される場合、列車内のトイレであらかじめ用を済ませるよう、当駅到着前に車内放送で注意告知されることがある。南甲府駅管理の無人駅である、線の和歌部で、 築堤の上を走っており、列車4両分の長さのホームがその脇にある。ホームがあるのは線路の北側である。身延線が中央本線から分かれて南に進み始めるすぐの場所にあるので、当駅と中央本線列車の双方からお互いが見える。ホームから外へは階段もしくは坂道で築堤を下る。駅の周りの土手には桜及び紫陽花が植えられている。 一日平均乗車人員は以下の通りとなっている。善光寺駅付近の空中写真。画像の中央、鉄道との交差部の左側がクランク状になっているのがわかる。国土交通省国土画像情報をもとに作成地区定の上に設けられた駅を出ると、身延方面の列車はそのまま駅の南方で下を走る国道411号を鉄橋で渡ることになる。当駅は、 国道からは小さな路地を入ったところにあり、国道からは位置が大変わかりにくいため、この鉄橋には全工寺駅と書かれた看板とペイントが掲げられている。ホームからは鍵型に曲がっている公衆街道が見える。道路が鍵型に曲がっていることを鍵の手と言い、これは城下町の道づくりの基本とのことである。国道に出て、 左に100メートルほど行くと、北側に分岐する道があるが、これが、海義光寺の参道である。今はこの辺りにも住宅が立ち並んでいるが、一直線に、善光寺に向かう参道が、昔の面影を残している。参道へ向かう途中、中央本線のガード下付近に地蔵が祀られており、ガード下ジグラと呼ばれている。参道を500メートルほど行くと、海義光寺に至る。 海吉光寺へは、中央本線の坂折駅から持ちえが、当駅からの方が、道はわかりやすい。見延線の高架と交差する地点の国道411号、上に、一般路線バス及び、中央高速バスのバス停留所がある。停留所名は、山梨交通の一般路線バスが、善光寺入り口、富士急バスの一般路線バスと、中央高速バスが、善光寺となっている。 東海旅客鉄道 CC みのぶ線南甲府駅、善光寺駅、近邊駅。ありがとうございます。